顎のサイズと歯のサイズの不調和ってことですね。現代人はあんまり硬いものを噛まないからね、顎ちっちゃくなってきてるんですよ。もいもいもい、アスカルビアジェシです。よろしくお願いします。今日は矯正治療についてやっていきたいと思います、はい、お題は今日3つやってます、はい、で今日はですね、歯並びが悪い人矯正した方がいい理由ってどういうことなのっていうところですね。そして歯並びが悪くなっちゃう原因、そしてどんな人が矯正した方がいいのね、あなたは矯正した方がいいのかな、どうかな、迷ってる人ぜひ最後まで動画をご覧ください、はい、それでは始めていきましょう。まずはそもそもなんで歯並びが悪くなってくるかなっていうところなんですよね、うん、でいろんな歯並びの悪さとかっていうのもあるんですけどね、前歯がすごい出てたりだとか、うん、下顎がなんかね出てたりとかね、そもそもなんで歯並びが悪くなってしまうかっていう原因論について語っていきたいなと思うんですけど、はい、まずですね、はい、まあ大体の理由としては顎の大きさと歯の関係があるんですね。で、まあ、歯のサイズって皆さん大体それぞれ同じようなサイズなんですけど、まあ男性と女性も違いはあるんですが、ただ顎の大きさっていうのは、まあ、みんな それぞれちょっと違うわけじゃないですか。で、顎のサイズの中に歯が並んでるので、顎の大きさが小さい方って歯が並びきらずに前後になっちゃったりするんですよ。まあそれが歯並びが悪くなってしまってる原因の大きな理由の一つかなと思います。顎の中に歯が並んでるから、そもそもそこにスペースがなかったらもうなんかもう満員電車みたいな感じでね。あー、わかりやすい。朝の通勤列車とかになると乗車率 200% とかになって、こんなのちっちゃい。はい、そういうわけで歯並びが悪くなってしまう原因、それは顎のサイズと歯のサイズの不調和ってことですね。で、歯のサイズ自体はね、あんまりね変わってないんですけど、うん、現代人はあんまり硬いものを噛まないからね、もうだん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 ちっちゃくなってきてるんですよ。だから歯並びが悪くなりやすくなってきてるって言われてます。ですので歯並びが悪い方もしかすると多くなってるかもしれないですね。そうですね。矯正治療をした方がいい理由っていうことですね。別に歯並び悪くても俺モテるしみたいな、いや私モテモテでライン来すぎなんでっていう女の方っていらっしゃるかなとは思うんですけれど、なんで矯正治療した方がいいのかなっていうところなんですけど、うん、そもそも矯正治療来られる方って、例えばなんか歯並びがガタガタでなんか病気になっちゃったみたいな人って実はあんまりいなくて、うんうん、患者さん的には見た目っていうところが多いんじゃないかなと思うんですね。ただ我々一般歯科医師としては歯並びが悪いことによってさまざまなデメリットに出くわすわけなんです、うん、私なんでね、もう入れ歯が専門でやってますのでね、高齢者施設とか老人ホームとか行ったりするんですね。歯並びがガタガタな人で80歳90歳になって歯が残ってる人一人もいません。すっごくお口の中が汚いにもかかわらず歯が残ってる人って大体歯並びいいんですよ。そういったところを見ると歯並びがいい人の方が歯の持ちに関してはいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、歯並びそもそもやっぱ直した方がいいんですか？そうですね、やっぱり理想的には直してあげた方がいいかなと思います。まあ先ほどね満員電車ってお話をしたんですけど、はい、うん、例えて言うんだったら満員電車で人がバーっている中で細かいところのお掃除してくださいって言ったらすごい難しいじゃないですか、こうやって。なのでそういったところってじゃあ歯ブラシとかフロスとか歯間ブラシでお掃除できますかっていうところなんですよ。なので虫歯歯周病のリスクは相当上がってしまうんじゃないかなっていうのが、まあそこの歯並びを改善した方がいい大きなメリットかなっていうのはありますね。歯医者にいらっしゃる方に関してはほぼ歯並びはちょっと難しいかなっていう方が多いですね。その病気としては歯自体が感染してしまう虫歯だったり歯周病ですね、歯茎が悪くなってしまう病気、そしてそれに付随して、まあ、噛み合わせが悪くなったりだとか匂いが出たりだとか、そういった機能的な問題とかも出てくるよっていうことがあります。もちろん矯正治療をしたから歯並びを良くしたから治るっていうわけではないんですけど、もしかすると見た目だけではなくてそういった医学的なリスクとかっていうのも減らせるんじゃないかなっていうところが大切なところだと思います。はい、最後は歯並びがある人はどんな人でも矯正した方がいいのっていうことなんですけど、歯並びが原因で、まあ、虫歯だったり歯周病が進んでそうだなっていう人だったりだとか、あとは私たちその噛み合わせの関係とかも見てるので、そういった力のバランスが取れてない人はやっぱりやった方がいいのかなと思うんですが、まあ、必ずしもそれが矯正で直さないといけないところなのかなっていうのはあります。例えばお口全体の噛み合わせをしっかり直していく方法っていうのは、まあ、矯正以外にもいろいろあるので、そういったことでも対応できる人はいるのかなと。逆にね、じゃあワイヤーを入れたい人ってほとんどいないと思うし、マウスピースを入れたい人もほぼいないと思うんですよ。私は入れたくないです、うん、そもそももっと前に遡っていきたいんですけど、患者さん、いや悪いわ、私もそうですけど、どういう状態に行きたいのかって言ったら、もう綺麗で痛くなくて噛めて、そしてそれが長持ちする状態だと思うんですよね。健やかな笑顔っていうことなんです。そういった時にね、矯正治療だけで本当に綺麗になるかっていうのは考えた方がいいかもしれない。
なぜならば矯正治療を必要な方っていうのは本当に歯並びとかがちょっと難しい状態、顎がちっちゃい方が多いですからね、た時に虫歯だとか歯周病だとかっていうのもあるので、まずはそういった感染を取っていかなきゃいけないよっていうことなんです。でそのバイ菌がいなくなった上でしっかりと位置を整えてあげてね、釣り革に捕まってちゃんとね、はい、ちゃんと座ってください、はい、ね、安全なところに立ってください、電車に乗ってくださいっていう状態になります。そして最後に綺麗に仕上げていくっていうことが必要になるので、もしかすると矯正だけで、まあ、難しいって方も多くいらっしゃるかもしれないですよね、うん、はい、そういうわけでどんな人が矯正した方がいいか、理想的なところで言ったら矯正が必要ない人ってもしかしたら一人もいないかもしれないです。でもまあ健やかに過ごせてるんだったらそれでもいいと思うし、逆にちょっとでも気になるんだったら歯医者さんにぜひ相談していただければと思います、はい、はい、そういうわけで今日はもう我々超苦手な矯正の話なんですけどあのね、厳しいプロフェッショナルの方も見ていただいてるかもしれないですけど、逆にね、厳しいプロフェッショナルの方が動画の最後まで、ね、見ていただいたらもう本当にね、あの次回はゲスト講師として出ていただきたいのでご連絡お待ちしております。お願いします。はい、はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。さよなら。